お前のとこの野菜どんだけ高いんだよ。上から目線で言ってきたこの男は、取引先の担当者で俺の同級生。思えばこいつは昔から周りを見下していた。ニヤニヤしながら、農家なんていつ潰れるかわかんないし、貧乏くさいし、最悪だよな。と言ってくるこいつを、俺はいつか見返してやろうと思っていたのだ。俺の名前ははじめ。農業をしている45歳だ。実家の隣で、妻と娘2人の4人で暮らしている。実家が近いなんて妻が嫌だろうと思っていたが、妻と俺の母は意気投合していて、俺よりも妻の方が母と仲がいい。おかげで自分の実家の隣なのに、俺の方が肩身が狭いのだ。まあ、妻も娘たちも元気に暮らしているので、それが一番だ。俺は特技であるパソコンの知識を駆使して、農業の管理をデジタル化。人の手が少なくても効率よく栽培したり、管理したりできているので、これを広めているところだ。うちの実家は代々続く農家で、俺は当然農家を継ぐと思って育ってきた。しかし、両親は自分たちの代で終わりにしてもいいから、好きな道を歩めと言ってくれたのだ。俺は小学校の時に初めてパソコンを触って以来、パソコンを使うのが楽しくなった。そのため、高校は専門的な知識を学べるところに通わせてもらったのだ。今はそこで学んだ知識を農業に生かしているというわけだ。専門的な学部がある高校が近くになかったので、少し遠いところまで通っていたのだが、この時の同級生に、コウスケというやつがいた。コウスケは、親が有名なレストランを経営している会社で働いているらしい。週末は有名レストランで食事をしたとか、よく言っていた。そのコウスケが、俺のことを農家の息子だと知った途端、農家の息子が勉強したって、どうせ土いじりしかできないんだから、勉強なんて無駄だよな。とか、農家って貧乏くせえよな。と言って見下してくる。その度、俺は反論して喧嘩になり、時には取っ組み合いになり、そのせいで先生にも何度も怒られているので、血の気が多かった自分も悪いが、コウスケのことが本当に嫌いなのだ。卒業した時は、もうこいつと会わなくていいんだと思うとほっとした。それなのに、どうして再会してしまったのか。あれは、取引先の担当者が変わるから引き継ぎをしたいと挨拶に来た時のことだった。後任の担当者は、どこかで見たことがあるような人だと思ったけど、最初はわからなかった。その担当者は、お前、はじめだろ。まさか俺がお前の担当になるとはな。お前全然変わってないじゃん。と笑う。その声には聞き覚えがあった。それに、体型は当時からだいぶ太っているが、よく見ると顔に面影がある。もしかしてコウスケか？ここに就職してたのか？と俺が言うと、コウスケはにやりと笑った。うちのお父さん課長だからな。面倒な就職試験なんてパス。気楽なもんよ。それよりもっと値段を下げろよ。お前なんかの野菜をうちで使ってやってるんだからさ。つまりコネ入社か。たまにうちに顔を出す課長がいるが、苗字がコウスケと同じだし、あの人がコウスケの父親だったのか。それにしても嬉しくない再会だ。相変わらず人を見下してくる。コウスケはどうでもいいことをベラベラと話し出した。課長の息子っていうのも大変でさ、周りが俺のことを課長の息子って特別視して困るんだよ。と、どこも困ってなさそうな顔で言ってくるし、
農家って零細企業だよな。うちの会社みたいな安心感もないし、よく結婚できたな。農家の嫁なんてよく相手の親が許したもんだ。と言ってくる。ちなみにうちの妻の両親は地元で和食屋を経営していて、昔からうちの野菜を使ってくれてもいるので、農家の大切さもわかっている。むしろレストランを経営する会社に勤めている康介がなぜ農家をバカにするのか、その方がわからない。まあ何かにつけて文句を言って人を見下すようなやつだから、康介の話なんて真剣に聞く価値はないだろう。俺はあくまで取引先の担当者として康介と接することにした。康介はしょっちゅう嫌味を言ってくるし、相変わらず農家を見下してくる。さすがに腹は立っていたのだが、何かあるときは電話で話すくらいで、顔を合わせることもあまりなかったので耐えていた。電話で嫌味を言い始めた瞬間、電波が悪いことにして電話を切ったことも何度もある。康介はうちが田舎すぎて携帯の電波が悪いと本気で思っているので都合が良かった。とはいえ、康介からの連絡は無茶ぶりも多いし、口を開けば値下げをしろと言うし、ストレスは溜まっていく。そしてついに事件は起こった。康介から連絡が来たので電話を取ると、今度から無農薬野菜を売りにしていくんだ。お前のとこの取引も増やしてやるよ。零細企業がうちみたいな大手と契約できてるなんて俺のおかげだよな。と言う。うちはもともと無農薬野菜を作っているし、ブランド野菜もある。康介は今までの契約に加えてブランド野菜の取引もしたいというのだ。とはいえ、いきなり増やしたいと言われても困る。他に卸している分があるから計画的に増やさないといけない。すぐには無理だ。俺はきっぱりそう言った。すると康介は、え？零細企業なのに大手に逆らうの？どこに卸してるか知らないけど、どうせ大したとこじゃないんだろ。だったらその分うちに回せよ。取引を増やすチャンスは今しかないぞ。と言ってくる。でも俺の考えは変わらなかった。他の分を回すことはできない。相手が大手だろうと何だろうと関係ないよ。そう言うと、康介は笑い出す。俺に逆らうなんて、この先どうするんだよ。零細企業は切ってもいいんだぞ。意味わかる？と言ってくるので、俺は思わず、出た。いつものセリフだ。と思ってしまった。確かに農家は、ある意味、零細企業と言えるだろう。だからその言葉に何も疑問は持たなかったが、小さな取引先だから契約を切ってもいいと言える神経がわからない。それに俺は康介個人と取引しているわけではない。康介に逆らったからなんだと言うんだ。これはあくまで会社間の問題だ。康介は何を勘違いしているのか。おい貧乏農家どうするんだよと言ってくる。俺はため息をついた。わかりましたと他人行儀に言ってから続ける。御社との契約は中止とさせていただきます。それを聞いた康介は笑い出した。マジかよ。お前うちとの契約なくなって生活していけると思ってんの？まったく貧乏農家の考えることはわかんないな。そう言って電話を切った。これで康介と会わなくてよくなる。俺は肩の荷が降りた気がした。翌日、俺の携帯の着信音が響く。康介からだ。契約を切ると言ったのは向こうなのに、今さら何の用だ。まあ電話の内容の想像はつく。だからこそ、俺は電話に出なかった。着信音が切れたかと思うとまた鳴り出す。
俺は迷わず、康介の連絡先を着信拒否したが、今度は非通知や公衆電話から留守電が入るようになった。相手は明らかに康介だ。俺を罵倒するような留守電に苛立ってしまう。連絡先に登録されている以外のすべての電話を拒否という設定もあるのだが、新規の依頼者や登録していない取引先の場合もあるから、それはできないでいた。それから一週間後、畑で仕事をしていると、はじめ、ちょっと来い!という声が響いた。俺が顔を上げると、そこにいるのは康介だ。そろそろ面白いことになっているかもしれない。そう思いながら、俺は康介のところへ向かう。すると康介は俺に怒鳴った。電話くらい出ろよ。そのせいで俺がこんなところまで来ることになったじゃないか。俺は笑う。だってお前はもう取引先でもないし、そもそも友人でもないんだから電話を取る必要なんてないだろ。お前からの着信150件超えてたぞ。執念深いってお前のことだな。そう言うと、康介はイライラした様子で言う。父さんがな、お前のところの野菜は絶対に必要だって言うんだ。ああ、こいつの父親はあの課長だったな。あの課長は前からここに何度か顔を出しているし、うちの野菜を気に入っていて、レストランでイベントがあるたびに、うちの野菜を仕入れたがるんだよな。ちょっと横柄で、こっちのスケジュールを考えてくれないから、毎回困っていたけども。仕入れ先の野菜に愛があるというところは、息子の康介とは大きく違うところだ。康介を知ってしまうと、あの課長の方がまともだったのか、と思ってしまう。俺はため息をつく。康介、お前会社員だろ?父親は課長なんだよな。だったら普通は課長がとか、上司がとか言うもんだろ?父さんって、お前どんだけ常識ないんだよ。何度も言うが、俺とお前は友人でも何でもない。今は元取引先だ。康介は俺を睨んできた。そんなことどうでもいいだろ?それより、この野菜をこれだけ用意してくれよ。と言って、必要な野菜が書いてある書類を渡してくる。俺は受け取らなかった。だから、お前のところにはおろさないって。そう言うと、康介は強い口調で口を開く。うちとの契約がなくなったらお前だって困るだろ?こんなに仕入れてやるって言ってるんだから、さっさと用意すればいいんだよ。俺はさすがに頭に来た。お前な、なんだよその態度。取引先を見下していいと思ってんの?いい加減にしろよ。そう言うと、遠くから俺を呼ぶ声が聞こえた。はじめさん、こっち戻ってきてください。それは、室内で作業をしているとしきくんだ。俺は康介に、今忙しいから、と言って、としきくんのところへ急ぐ。康介はなぜかくっついてきたのだが、勝手にすればいい。としきくんのいる倉庫に入ると、何やらシステムエラーが出ているという。康介が俺に続いて倉庫に入ってくるなり、なんだこれ?と声を上げた。俺は康介には構わずシステムエラーを解消する。さすがはじめさん、ありがとうございます。というとしきくん。康介は不思議そうな顔で口を開く。おい、何なんだよこれ。俺はにやりと笑って言った。これはデジタルで管理している室内栽培だ。こっちのとしきくんは俺らの高校の卒業生。まだ30代で若いのに優秀なうちの社員だ。主にここの管理を任せているよ。康介はいぶかしげな表情で、社員?と言う。俺はうなずいた。ああ、
うち農家だけど法人化してるから、うちの社員。康介は、うちの農家が法人なのは知っていたようだが、詳しいことは知らなかったようで驚いている。実は俺は、畑を継いだとき、自分の学んだことを生かしたいと思っていた。そして、デジタルで管理するこの室内栽培も始めた。温度や湿度を一定に保ち、水やりも自動的にする。人の手がほとんどいらないのだ。開発までに時間はかかったが、このとしきくんのおかげで、今こうして運営できている。としきくんには、こうすけのことを話していたので、としきくんはこれがこうすけだと分かったようだ。こうすけは室内を見回して鼻で笑う。はあ？これが農業？こんなところで育った野菜が美味しいのかよ。すると、としきくんが反論した。あなた、本当に何も知らないんですね。ここで作ってるもの、御社にも納品していますよ。としきくんの言葉に、こうすけは驚いている。俺は、こうすけは栽培方法に興味なんてないもんな。お前の父親は、うちの野菜を気に入ってくれていて、何度かここにも来たよ。まあ、お前の父親も随分と横柄な態度だったけど、お前より全然マシだ。お前は何も分かっていないのに口先ばかり。農家なんて自分の言うことを聞くと思ってるんだろ？でも、力があるのはお前じゃない。課長の息子だって威張るのもお門違いだし、そもそも会社同士の取引なんだから、個人の感情なんて必要ないんだよ。もし個人の感情で取引するなら、お前が担当になった時点ですぐに契約中止を申し出ていたよ。それに、課長の息子だから特別視されてるって言ってたけど、それって課長の息子なのに仕事ができないから周りが困ってるってことじゃないの？と言う。すると図星だったのか、康介は俺を睨んでいたが、返す言葉がないようで黙っている。俺は、どうせうちと契約切ったこと、会社や父親から怒られたんだろう。だからって、着信150件超えはやりすぎだな。だったらさっさとここに来て頭下げろって言うんだよ。と言うと、としきくんが、150件？と明らかに引いた顔をする。俺はこうすけに言った。お前の会社、系列店で和食屋から弁当を仕入れてるだろ？それ取引中止にならなかった？すると、コウスケの顔色がみるみる青くなる。もしかして、お前が何かしたのか？俺は首を横に振った。いや、何もしてないんだけど、今回の契約の件を妻に話したんだ。そこから伝わったらしい。あの和食屋は妻の実家だからな。お前の会社の担当者が相当苦労して口説き落として仕入れるようになったらしいけど、妻から話を聞いた義父は、お前の会社には関わりたくないって、取引中止を申し出たらしいぞ。和食屋の弁当は人気ナンバーワンだったようだから、康介の会社にとっては大打撃だろう。俺は康介を見てにやりと笑った。それだけじゃないよな。この件はお前の会社の社長にまで伝わったって？それで大目玉食らったんだろ？すると、コウスケは青い顔で、なんでそれを、と言う。うちの娘のクラスメイトが、お前の会社の社長の孫なんだって。娘同士が仲いいから、お前の話が伝わったみたいだな。と、俺が言うと、コウスケの顔は顔面蒼白になる。ちなみに、お前のところの社長から連絡があったから、全部伝えておいたよ。それに、また取引をする条件は、お前が誠心誠意謝ること。お前がうちの担当から外れることだ。そこまで言うと、康介は立っていられないんじゃないかってほど顔色が悪くなった。ダメ押しにとしきくんが、あなた、はじめさんのことを貧乏農家だとか言っていたらしいですけど、あなたより裕福だと思いますよ。だって社長はあの本も出してますし、
なかなかの売れ行きなんですよね。そう言ってデスクの奥を指さす。本？と康介が言うので、この農業のシステムについてまとめた本だ。同業者からなかなかの評価をもらっているし、定期的に売れてるみたいなんだよな。と俺は言った。トシキ君が口を開く。それに、うちの野菜、ネット販売もやってるんですよ。この輸送用の袋も社長の案です。うちの社長って、こんなにすごい人なんですけどね。取引先の担当者が知らないなんて、勉強不足ですね。年下にまで笑われて、康介は愕然としている。しかし、謝る気配はない。俺はそろそろ仕事に戻りたくて。で、今日何しに来たの？と康介に言う。康介はまた、だから契約を！と言うので、俺はもう一度念押しした。条件は、お前が誠心誠意謝ることと、お前を担当から外すこと。お前謝ってもいないじゃん。そう言うと、康介は俺を睨みつけて飛び出していく。その数日後、康介の会社の社長と父親である課長がやってきた。社長は社員教育がなっていなかったと頭を下げ、課長は息子のせいで不愉快な思いをさせたと謝ってきた。そして康介は自主退職することになったという。これで一件落着かと思いきや、俺の携帯には康介から、お前のせいで会社をクビになったんだと何回も電話が来た。それに会社にも無言電話がかかってくる。またかと思うと頭に来て俺は康介を訴えた。示談になったので示談金を支払ってもらったが、さすがに康介は懲りたようで、その後は平穏な日々が続いている。俺はトシキ君と一緒に新たなシステムを開発中だ。人手不足の農家の手助けになればいいと思っている。よし、これからも美味しい野菜を作っていくぞ。